こんにちはソッックニッターのまゆみです今日は六本寄りのライフスタイル前向きという毛糸を使ってかぎ針編みでネックウォーマーを編んでみたいと思います。えっ、ー、と、モコ太郎さんがされてた柄編みを、その、それはケイクで、えっと、カバンを 作られてたんですけど私そこの部分は作れないのでその絡みの部分だけをネックウォーマーにできないかなと思ってやってみようと思いましたで、それはケイクでされてたんですがえっ、ー、とこのライフスタイルの色の変わり方も1段目2段目3段目って変わっていくからかっこいいんじゃないかなと思って試してみていますさあ 形になるものやら <laughs> 説明するのを忘れてましたこの六本寄りのものは四本寄りが中細だとするとこれが、えー、ともう少しアイブトかナミブトナミブトよりちょっと細いかなぐらいなので,、えー、とでそのケークはナミブトぐらいで八号でしてたんですけど私も八号でしてみようかなと思いますいつもネックをまあそのまんまで編むとクタッとなってしまうので えっと、なので玉編みとかをししていましたで。これは中細じゃなくていつも使っている靴下の中細じゃなくてちょっと太めなのでくたっとならないんじゃないかなと柄編みっていうのもあってでいつも根っこ駒の時にはえっとまずかぎ針の太さを決めて鎖編みをします。で頭の鉢の部分に通るかどうか。 でを試してでちょっと伸ばして通るくらいにしてでくっつけて、えっと裏山を取って1段目編み終わったとこです。ここが一番大変なので、ちょっとかぎ針編み。初心者の私はあちゃこちゃするので飛ばしました。で、ここからその柄編みをしていこうと思ってるんですけど、これ確かダイソーさんかな？セリアさんかな？ ダイソーさんかなの影針編みでここが平らになってて太いので編みやすいですでもここがもっと尖ってたら多分裏山を取りやすいと思うんですけど本当はその動画を概要欄に貼っておきますがもこ太郎さんは筋編みって言ってここと奥のなんかこうポチッとしているところを こう取るという本当はここ取らないらしいんですけど取るっていうのでそこを編んできてそうするとここ丈夫らしいんですよ一本取るとビヨーンって伸びちゃいますよねそれをこうしてこう編んででここに線が入るっていう編み方をしてたんですけどでもその部分を省いて細編みをしてきました私にはそれが精い杯でしたで今くっつけて立ち上がりを一つして ここののの細細編編のの編みみみ下とろににつまますあ、えっと、細編みをすをるようにしますでその下どこに入ってもいいと思うんですけどどっか穴っぽいとこ決まってると思うんですけどねこの V ってなってるところに行きたいんですけどなかったらこのまま下に通せばいいのかなとかでここを引き抜く。 中長編みみたいな感じで細編みのを引き抜かないでその下も取ってグッと編みくるむから大きく取ってっておっしゃってましたそうするとこのトルネードみたいなのがクックッとこうできるんですねで次の段にはまたここの間にできていって斜めにわーって いう模様ができるというのが私の理想です。もこたろうさんはそうされてたので、やってみたいなと思います。ただ、これは、えっとケークとかと違って規則的に色が出てくるわけではないなので、そこら辺とか。あとえっとこうやって分厚く編んでいてもネックウォーマーとして結局。うん、くたっとなってしまうのであれば。 もうちょっと号数を減らしてみようかなっていう研究をしてみようかなと思っていますこの柄も気に入ったらどんどん何回も編むと思うので <laughs> いつも玉編みばっかりになっちゃってて例えばメランジテイストとか出ましたよねでこう編むっていうのもありだけどやっぱり私はオパール系統が好きなのでオパール系統を活かしつつ ちょっともったいない気もするかなかぎ針編みってすごいいっぱい使っちゃうのででもほらこの組み合わせ紫とグレーとか楽しみにこの毛糸のあもう1個ちょっと腹巻き帽子の斜めの部分に使ってしまったのでちょっともう緩いんですがこれをどんどん使ってみたいと思いますではこの後お楽しみに。 じゃん突然ですがこのケークで編んでみています。というのはちょっとどこに穴を開けるのかわからなかったしもこ太郎さんみたいな綺麗な編み目にできなくってちょっと同じ糸を探してたんですけど同じ色のがなくってこのちょっと秋っぽい色にしてみました。でなんかこうラベルとかがちょっと離 <laughs> れちゃってたんですけど4つとにかく前から選んできたらですね この終わりが紫でじゃあその紫からあ紫っぽいのから、まあ、青も入ってるけど始まっているものとでそれが今度緑っぽいので終わっててで緑から始まってるっていうのがこう揃ってたのでラッキーと思って使っています。でこう真ん中からちょっと糸端が出てるのでそのまんまラベルもつけたまんまでも編めています。 ちょっとラベル1個取れてたんですけど、取れちゃったんですけど、ニューケイクの6番です。ちょっと秋らしい感じで、これだったらちょっと太めで、あの、編み地もちょっと厚くて、で、硬めにできて、ネックオーマーっぽくていいかなと思います。ちょっとぐらいかな。で、ちょっと太めのにしました。えっと、8ミリ。 いや 5mm の8号針だと,、えー、とふわふわしちゃってあキチキチしすぎてかキチキチしすぎてカバンには適してると思うんですけど首に巻くにはもう少し柔らかい方がふわっとしてる方がいいなと思ってもう少し大きい 7mm のものを、えー、とこれもセリアさんで買ってそれでしていますでどこの穴に入れるのかっていうのを取りたくて今取っています。えー、とこの 大きな細編みになっちゃってるけどその細編みのところから引き抜いてそうするとこの下に斜めにこう穴が開いてるんですよこの穴を最初見つけれなくて苦労したんですけどこれだったらはっきり見えるなと思ってで最後の引き抜きをこっちにするようにしてるんですけどまだちょっとここは大きいかなと思います。でもこの色の色変わり具合だったら ちょうどこの斜めに柄がひし形にこう2つずつこうバックするようにあちょっと紫こんな風になったけどこう入ってきてくれるのであ合ってるなーって安心だったのでやっぱりこのニューケイクっていうのが一番いいかなと思いますやっぱりプロの方はすごいですねでこのいあえー、っとこれを1玉で これぐららいいいいででできたので4玉でちょうどいいくらいだと思います。最後まで出来上がったらどれくらいの大きさだったかをお知らせしておきたいと思いますちょっと何目か編んでおきたいと思いますここを引き抜いてさらに下から引き抜いてこのカラーをねもう少しきれいにしたらこの。 裏もすごい綺麗だったんですけど何だろうもっとうんパキッとした色でここの縦の長さが私のよりもっと長く見えましたなんか引き抜く時に編みくるんでるからいっぱい引き抜くんだとかっておっしゃってましたね こんな風にかぎ針編みもたまにしています。そしてできることならあのパールケイトでぽっちゃり組んで、8本寄りだったらこの、これで全く同じでいけると思うんですよね。でも、あの6本寄りでうまくできたらいいなと思っています。 というようよなな感じですちょっっアップだったかなこれをこっちに引き抜くようにして1個目はちっちゃく引き抜いて2個目はここの穴のところにいてこう中指でもう迎えに行くようにしておいてこうしたらここにこうしておいてでこっちに引き抜く。 という風にしています。ではやってみます。13センチくらい編んできたので、ここら辺でこのネックオーマーをまわりにしたいと思います。こんな柄になりました。なんかひし形の色がこう重なっていく感じです。この編み方のいいところは、えっと、引き抜きとか何段とかがなくって、そのまんまくる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 編めるというところです。 で、なんと裏側も面白いんですね。なんかこう？米編みみたいなハートみたいなのが斜めにルーってこう並んでいます。で、こっちの方がこうぷっくりこう。外側にこう行く感じですね。でえーこ、この号数がちょっと少なかったのか、ちょっと硬い感じなんですね。で、首にしてはなので、えっ、ー、とちょっと大きめに編んじゃったんだけど。 このまんまでいこうかなと思います。で、あまり長いと顎とかに当たってちょっと痛い方もいらおられるかなと思って、13センチくらいで終わりにすることにしました。で、ここにループをつけてですね。で、えっ、ー、と、あ、ひっくり返したら、逆にひっくり返したら、毛糸が。そして、くるみボタンかなんかをこうつけて、 この例えばここにこうループを作ってくるみボタンを同じのでこう作ってこう首をこうしてでちょっとこうここから寒い空気が入らないようにするようにしてみたいなと思いますなのでそろそろ終わりにします同じ水色のところが出てくるまで編んでみたいと思いますなんか大きい糸で太い糸で編んでみてやり方が分かったのでこれで編んでよかったです ケイクニューケイクという毛糸でした。で、これはポッチャリくんです。これをこのまんまここまで編んでいってシュッとこう引き抜きかなんかをして終わりにしたいと思います。こんな風に編んでいます。多分 この2回目が距離が長いから、ぐっといっぱい引っ張ってするといいと思います。で、ここがだんだん大きくなっちゃって、だんだん最初の鎖編みより大きくなっていきそうになったので、えっ、ー、と。私は引き抜くときに。こうこっちに引き抜くようにして、あまり上に引くと伸びちゃう気がするのでそうしました。もしかしたらこの引き抜きがもっと2回目の。 一回目、その下のこの、ここをもっとふわっとさせたら、もっとこう柔らかい編み地になったかもしれません。あ、あんは出てきちゃったけど、これを、ここで終わりにしたいと思います。あら、とっても楽しい編み方を教えてくださって、もこ太郎さんありがとうございます。こう、玉編みとか、 これみたいに引き抜くのがどうも好きみたいですね、私は。で、こうこう終わればいいんですよね。で、最近、ヤンスレダーをついに太い糸でしたら壊してしまって、これも太い糸だけど、で、ニューバージョンです。こうして、 こう持ったままこう入れれるというそしたらなんか偶然靴下みたいな形になったんですけどもう少し手の形に沿うようにそしてここにこう針をこう刺して置いておけるようなものにしてみよっかなと今のところ画策中です。1個置いてここかなに行くようにしてここに戻って裏で。 一応糸始末しましまょう。いつもこのシーンをもう小太郎さんが撮ってるのがすごい好きなんですよね。毎回ちゃんと糸始末のとことか糸を変えるシーンを見れていつも同じ可愛いい優しい声で落ち着きます。でちょっと返し縫いしながら。 ちょっと開始しながら糸始末していきますみたいな感じで結構この編み方時間がかかったんですけどこんなふうにしていいのかな <laughs> 適当でもかぎ針編みも面白いですねここで切っておこうかなちょっともったいないけども 多分普段4本寄りを編んでるからか6本寄りの方がまあ今回は鍵がバリアみだからあんまり比べようがないけどちょっとこううーんウールっぽい感じでうん悪い表現をするとごわっともちっとしている感じでしたあ一応ループの作り方もえっ、ー、と鎖編みをするだけですえっ、ー、と同じ かもう少し小さいのがいいかな腐る闇を何個かしてじゃあ10個ぐらいにしようかなウールをね首にするのが苦手という方はうんコットンかなんかでした方がいいのかな1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15こんな感じで簡単に作って引き抜いちゃってでじゃあここを目立たせたくないのでちょっと段差もあるしここに同じとこじゃなくて。 隣のこことあれ不器用さがますねあれ青い方だったとこっち隣のところとかにこう結んで置いて。 多分これ頭に合わせたので首だと余ると思うんですよね。であんまりグッと結ばないようにこうして置いてリボン結びなんかしちゃったりして。 もしこれいらなければここをほどいてもらえればちょっとここを余らせておいて2つ一気にこう編むとこの鎖編みしてない部分も見えないしここをもしこっちを外にして使いたかったらこれ切ってしまってもいいかなと思いますでくるみボタンを作ってきてここにそれもこう 蝶々結びでつけてあるのでそこにこんな風にして長さを調整してちょっと首を温めたらいいかなーなんて思いましたもし大きくネックウォーマーを編んでしまったらこんな風にするといいかもしれませんということで初心者ですがかぎ針編みも楽しんでいますこの編み地も楽しんでください もしこちらが欲しかったら、えー、とメルカリの方に今日出品しておくのでよかったら、えー、と購入していただけたらなと思います。ということで今日はかぎ針編みのネックウォーマーでした。今日も最後まで見てくださりどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。